急なんですけど、先日あげました千賀天の話あったじゃないですか。あの天賀じゃないですよ、そのコメントで、そうかもなって思ってても死ぬのが怖いって不思議だよねってものがあって、あ、確かになって思ったんですよ。まあ、よくちょっとした話のネタで、もし自分が明日死ぬって分かったら何しますかっていうのがあるんですけど、これ実際の正しい回答は正気じゃないっていうのが正解だと思うんですよね。今日はそんなお話です。全国の匿名さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さて今日はですね、そんな死についてのお話をしていきたいと思います。ちょっと重たいように感じるとは思うんですけど、死っていうのはそもそも人間生きていたら誰にでもやってくるものですよね。そう考えると好きな誰かに振られることの方が珍しいという考えもできますよね。でも人は基本的に死ぬのは怖いと感じますよね。じゃあそれってまずこの感覚が人間だけのものなのかというところからちょっと見ていこうと思うんですけど、調べてみるとですね、この死というものへの反応っていうのは実は人間以外の動物にも見られることでして、2018年にカナダの整理士会で我が子の遺体を17日間背負ったまま泳ぎ続けたシャチの母親というのが話題になっていたり、カササギっていう鳥が自分の仲間の遺体を土に埋めた後その上に草を乗せて埋葬するっていう姿が目撃されたりとか、明らかに動物が死について理解している様子があったんですよね。身近な動物でいうとウサギとかも自分の仲間だったり頭蓋の死に遭うと激しい鬱状態になるということがあって、人間以外の動物の感情を理解するっていうのは今の科学ではまだ難しいところではあると思うんですけど、人間と同じように死を悲しむという感情はあるんじゃないかなと思っちゃいますよね。ただそれが同じような感覚なのかわからないんですけど、死というよりもこれって実はよく見ていくと喪失の苦痛なんですよね。僕らも身の回りの方が亡くなった時とかにやってくる苦痛っていうのは喪失なんですよね。これがそういった動物とか生き物に共通してるっていう可能性はあるんですけど、死そのものに対する恐怖を感じてるかどうかっていうのは微妙なところなんですよ。これがなぜかというと、動物っていうのはそもそも弱肉強食の世界であって、それを繰り返してきたんですよね。何かを殺して食べて生きていく、生きるために殺すというシステムは変わってないんですよ。なのでこれは死に対してというよりも喪失に対しての行動や感情だと思われます。ただ今日の本題でこの死に対しての恐怖、これそのものは人間特有とも言えるんですよね。自分が生きてる間の友人の死は喪失であるが、誰かの訃報だったりとか亡くなった生き物を見て感じるあの恐怖心というのは死そのものに対するものなんですよね。ただこれ、この死への悲しみとか弔いの気持ちっていうのは人間が共存そして進化の過程で身についてきたものじゃないかっていうふうにも言われてて、そもそも自分の子孫を残すとその親は死ぬっていうことが動物界にも多く存在してて、鮭とかも川を一心登って子供を産んで死にますよね。しかし大型哺乳類っていうのは子供が生きる上で知恵を与えてコミュニティで学ばせる必要があるんですよね。だから子供が成長した後に親が亡くなるというふうに、そういったふうにプログラムされてるんじゃないかということなんですよ。そしてそのコミュニティを作る上で必要なのが、まずは人間が共存するっていうことなんですよ。その共存することで必ず必要になるのが相手を思いやったりする感情っていう部分じゃないですか。つまり誰かの死や死そのものに対して悲しむっていうのはある種人間の進化の過程で生まれた優しさというものじゃないかなということなんですね。ただそれがもし共存のための感情であればですよ、自分自身が死ぬことに対しての恐怖の理由にはならないと思いませんか。その死を怖いと思うこと、これも実は研究が進められておりまして、本当は死そのものに対する恐怖っていうのは一種の病気なんではないかという可能性が出てきたんですね。それが皆さんタナトフォビアっていう言葉聞いたことないですか。別名が死恐怖症というものなんですけど、こちら語源としてはフォビアっていうのはホニャララ恐怖症という意味で、タナトの部分が死神のタナトスが由来なんですよ。この症状としては人が死に至る過程とか死んでしまうことによって自分の存在がなくなってしまうこと、つまり死に対しての不安、自分が死んでしまうかもしれないという感覚が人一倍大きいというものでして、それに耐えられず食欲がなくなったり、夜自分が寝ることそのものが怖くなったりとかで不眠症になってしまうという症状があるんですね。まあ、皆さんも人生で一度はこのまま目が覚めないで死んだらどうなるんだろうって想像したことあると思うんですけど、こういったものを自分自身に過度に投影してしまって生活に支障をきたすというものでして、これはね心の問題かとも言われてるんですけど、そもそもこの恐怖症っていうのが基本的に精神的な不安とかが元になってるものが多いと言われてるんですけど、例えば高所恐怖症の人になぜ高いところが怖いのかと聞いても、いやいやあんなに高いところ怖いに決まってるでしょって言われるんですけど、でも実際は覚えてないけど過去に高いところに無理やり連れて行かれてそれがトラウマになっていたりするんですよ。なのでこの死に対する恐怖も過去に人が亡くなるところを目の当たりにしたとか九死に一生を得るくらいの経験をしたことで死というものをどこかですごく身近に感じてしまった経験があったりするんですね。しかし例外として感受性が強い人はそういった映画を見るだけでも陥ったりするんですよ。なので死イコール怖いっていう考えは自分で気づかないだけで、もしかすると当然ではなく他者よりも精神を蝕んでる可能性があるんですよね。さらにこれが厄介な理由としては、基本的にこういった不安障害の対処法としては暴露療法という治療法があるんですよ。あのガーシーみたいな暴露じゃなくて、怖いものをぶつけて徐々に怖くなくしていこうみたいなやり方で、高所恐怖症の人を段階的にちょっとずつ高いところに連れて行ったりするやり方ですね。もちろん抗不安薬とかを処方したりして行うことも
もあるんですけど、この暴露療法、タナトフォビアの人にやろうとするとどうなるのか、方法がちょっとだけ死んでみましょうかとかできないじゃないですか。だからこれといった対処法というのがないんですよね。さらに言うと、この死に恐怖を感じる理由として、死の先がわからないというものがあると思います。死んだら必ず天国があるっていう保証があるならば、死に対しての恐怖は少しは和らぐと思うんですよね。だからこそここに存在しているものの一つで、宗教というものがあるんですよ。宗教では必ずと言っていいほど死後の世界に対しての解釈があると思いませんか。僕の過去動画でも宗教ごとの地獄の概念をまとめたものがあるんですけど、仏教だと肉体と魂があって、肉体を失った魂は三途の川を渡ってあの世に行く。その後は閻魔様を含めて10人のお偉いさんに六道と呼ばれる世界のうちどこに生まれ変わるかを割り当てられるんですよね。この基準としては生前での行いによってどこに行くのかが決まると。キリスト教だと人間は生まれながらにして罪人であるとされていて、その罰として神に死というものが与えられたとされています。で、死んだ後は天国とか地獄を含む5つの世界どれかに行くんですが、キリストを信じた生前の行いが良いものは天国に行き、最後の審判の時には永遠の命が与えられるとされています。インドのヒンズー教では古い服を脱いで新しい服に着替えるだったりとか、他にも宗教ごといろんな考えあるんですけど、よく共通している部分で生前の行いによって行き先が決まるというものがあるんですよ。つまりいずれ来る死に対して向き合うには有限である生と向き合う必要があると説いてるわけですよね。生と死というのは実は表裏一体なんですよってことがわかるじゃないですか。このように生前の行いを導くことで死への恐怖を克服するという考えもあるんですけど、しかしこれに対しては心理学者のジェイド・ウーシという方が、宗教を信じることは通常死への恐怖を和らげると思われていますが、複数の文化や宗教にまたがる信仰心について調査した結果、より強い信仰心を持つ人は死への恐怖がより大きくなるという予想とは逆の結果が示されましたと。しかしこれには反論があって、調査対象を西洋人に限定すると、非信者と信仰心の非常に強い人が最も死を恐れず、適度に宗教的な人が最も死を恐れていたという研究結果もあるということを発表したんですね。これってすごい不思議じゃないですか。ただ似たような研究結果もあって、死の短さで言ったところで、2015年の研究で熟練のスカイダイバー、中級スカイダイバー、初心者スカイダイバーに死についての聞き取り調査を行ったところ、スカイダイビングを平均1回しかまだ経験したことがない初心者は死というものへの恐怖が大きくて、90回ほど経験した中級者はそれよりも死への恐怖心が小さいと。しかしながら700回以上の経験を持つ熟練スカイダイバーは中級スカイダイバーよりも死の恐怖が大きかったと。この研究から単純に危険な経験をしたりとか恐怖が小さくなるというわけではなくて、あるレベルまでは学習による恐怖心が小さくなっていくものの、より経験を積むことで再び恐怖心が生まれていくといった学習曲線というものが存在することが考えられてるんですね。しかし2020年の研究で、死により近いはずの高齢者は死を恐れる傾向が少ないということが判明したんですよ。つまり死の恐怖を克服するっていうのは、死が身近にあっても死とは何かと理解を深めようとも完全に消すこと、そして克服することは難しいものだと考えられてるんですね。ただ克服するとまではいかなくても方法はあるそうで、じゃあなんで死に近いはずの高齢者が死への恐怖心が少なかったのか、それがさっき冒頭の共存の話でも言った次世代育成欲求が携わってるからっていうものがあります。これがあとは次の世代につなげようっていうものでして、もう自分は何者であるか、そしてもう人生や後悔に失望がないといった方、恐怖心が小さいと考えられてるんですね。なのでもちろん高齢者全員が死に対して恐怖を持っていないってことではないんですよ。つまりさっき言った生と死が表裏一体なこと、そしてこの次世代育成欲求による死への恐怖への緩和、こういったものを見ていくと、死を恐れながらもでも死にたいと思う若者が増えてきてる理由っていうのがなんとなく見えてきませんか。こういった具体的な理由じゃなくても、消えてしまいたいとか思ってしまうことを起死燃料っていう言い方をするんですけど、あとは何か理由ですね、いじめであったりとか家庭環境であったり、自分の身近なコミュニティで傷ついて孤独を感じて自分の生きるというものに意味を出せなくなる。さらに次世代育成欲求っていうのは生まれてないから死への恐怖は持っている。その2つの振り子の間にいることで、さらに精神を病んでしまってうつ病になってしまうと。こうなってしまうと自分だけの考えで改善したりとか自分で治療するってことが非常に難しいんですね。まあ、そういった社会っていうコミュニティから自分がいなくなってしまった方がいいんじゃないか、そう考え始めたら非常に危険です。こういった緊急性の高い時ほど専門家を頼ることが大事なんですね。まずどちらにも共通して一番大事とされているのは人生の意味を見出すということ。創造性とか人とのつながり、好奇心とか、まずは自分の最も重視するものをはっきりとさせることが大事なんですね。そこからズレを徐々に直していくことが人生においての意味を見出す方法の一つだとされています。なのでこの死への恐怖を完全になくす方法っていうのは簡単には見つからないですし、死とは何なのかっていう考え方がたくさんあるように、これでしょっていうのは正直僕もないんですよ。でも死そのものをあまりに恐怖に感じたりとか、死ぬのが怖いと思いながらも死にたいと思ってしまう人は、まずは治療を始めることが大事だと思います。で、僕もめちゃくちゃ精神的に不安になったりするのは大体夜なんですよ。これにも実はちゃんと理由があって、セロトニンっていうイライラとか不安を抑えて精神を安定した状態に保つ作用がある神経伝達物質があるんですけど、これが夜には睡眠ホルモンのメラトニンになって、セロトニンは減っていくので基本的にマイナス思考
考になっていくんですよね。しかしこの真逆なものなのに、セロトニンがよく出るとメラトニンが増えてよく眠れるっていうのがあるんですよ。不思議ですよね。これを増やすには日光を浴びる、有酸素運動、トリプトファンとビタミン B6、 炭水化物の3つのこの栄養素をバランスよく取るとかいうのがあるんですけど、本当に僕月1ぐらいで涙出るぐらい止む時とかあるんですよ、夜普通に。でもそれを客観的に考えるようにしてるんですよね。これもちょっとさっきあった宗教的な考えにもなるんですけど、肉体と魂は別っていう風に僕思ってて、僕は魂の方なんですよ。だから自分の肉体である健康状態とかはステータスとしてゲームのアバターみたいに考えるようにしてるんですよ。あ、今ちょっと精神的にやばいなと思ったら朝早く起きて無理にでも朝日を浴びに行ったりとか、ちょっと食べ物で卵とか鶏肉多めに取ったりして、もっと言うと夜寝れなくて精神的にも肉体的にもちょっとやばいなってなったら薬をもらうために病院行ったりとかして自分の体を客観的にケアしていく。これは僕本当に大事なことと思ってて、なんか数年前の動画で僕命の母ホワイト毎日飲んでますっていうような話をしたんですけど、これ未だに続けてます。こういったもので僕はですよ、体とか気分の調整ができて、少し例えば昨日の夜が嘘みたいにポジティブな考えとかハッピーになってることとか結構あるんですよね。そうなるとよし今日の体の調子いいなと思うようにしてますし、なのでこういった死に対しての恐怖もこういう仕組みで今自分は恐怖を感じてるんだなっていう、まあ、主観よりも客観的に見ることで少しは和らぐんじゃないかなと思いましたね。なので理由のない不安に駆られたりとか死であったりとかね、誰にも分かりえないもので落ち込んでしまった時はまずは自分の体と向き合ってみるのがいいんじゃないかなと思いました。これも一概にこうだとは言えないんですけど、ちょっとご参考までにということでございます。はい、というわけで今日はですね、死の恐怖症というところからちょっと死生観であったりとか精神的なところをお話ししていきました。まあ、死というものを考えると沼にはまって抜け出せないんですけど、悩むんじゃなくて考えるということは大事なのかなと思いますし、死と共存するっていうのは決して不幸だけではないんじゃないかっていうお話でした。はい、と長くなりましたが以上今日の動画でした。ぜひ皆さんのこの死の恐怖に対して考えありましたらコメントをお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。